はい、おっちゃんです。PS4 版、リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術、デラックスの配信です。よろしくお願いします。というわけで、前回の続きですね。前回の続き、やっていきたいと思います。よいしょ。あれ？どこ行った？どこ行った？はいはい。というわけで、アトリエランクの受験可能になったんで、いよいよ次のランクにチャレンジということで、そこからやっていきたいと思います。あ、早速行きましょう。だいぶ評判が上がったみたいね。うん。そろそろ受験を認めてもいいかも。評判上がったよ。どうする？ランクアップ試験受けてみる？受ける受ける。わかったわ。それじゃ次の試験課題は何でしょう？ちょっと待った。その試験俺も受けさせてもらおうか。お、ロジャさん、ルーシャちゃんから話は聞いてるわ。評判も十分みたいだし、特例で受験を認めます。おお。では3人まとめて、次の試験課題はこれよ。なんだい。ドン。はてなはてなはてなの作成。古い錬金術の参考書が発見されました。これを解読し、いずれかの道具を作ってくることが今回の課題となります。すぐに終わっちゃうんじゃ。いや、きっと一筋縄じゃいかないわ。今回の参考書は500年前に書かれたもの。500年前のもの。つまり錬金術が最も栄えていた時代の遺産。並の錬金術師じゃ解読すら困難な一品なの。なんと。なるほど。なら勝負の課題としてはうってつけですね。ああ、ここからが本当の勝負だ。リディ、スー、お前たちの実力、俺に見せてみろ。おお、こっちは公認の錬金術師なんですよ。言われなくたって、見せてあげるよ。お父さんになんて絶対負けないんだから。父親声だ。まずはとりあえずアトリエに帰ろう。うんうん、こうなるってことはこっちはこうか。よし、つながった。スラウ地球儀、万能中和剤虹、可反応一子。なるほどね。まずは中和剤虹が出たね。ようやくこれであと虹だけ作ればいい感じだから。水と中和剤と神秘の力とエリキシル。エリキシルは錬金粘土があるからいくらでもつけれるからね。うん、せっかくだから何かに役立つやつを作りたいね。中和剤で何か。大きな破壊力、会心のデッキ、大きな破壊力、会心のデッキ。ああ、これちょっと増やしとこうか。大きな破壊力、会心のデッキだったら。
おお。大きな破壊力と回収もできたから何を見ればいい。爆弾に追撃って入るっけ。爆弾にこっちゃんもね、作戦のねあれがわからないんで、あれ特性何に何が入るかってやつね。なるほど、2つの力っていうのさっきあったね。あったね、2つの力。進化の力、これは爆弾にはつかない感じ。純粋なる力、不変の力、純粋なる力、二つの力。これに、大きな破壊力回収の出来と使用プラス1を外して、でこれは適当なやつ入れて、こんな感じでいけ。よし始めます。触媒使わないと、触媒使わないとね。大きな破壊力で起こって二つの力を入れて、でこれは適当に入れると。入れるもの前に、この辺にこれを、これでいいかな。とりあえずね、どの特性を残そうかな。二つの力の大きな破壊力の回収の出来。新しい布だ。これから新しい布、ちょっと興味あるね。新しい布を見つけれるもので、あ、まず布作りだね。布に
いろいろ防具のやつをつけて。からだね。これ作ってみようか。これはこれは品質順にして、全能力強化ついてるもんな。鋭さが増す。ここぐらいいいか。お、ちょっと外の工事が始まったんで、ちょっと窓閉めます。すいません、少々お待ちください。はい、お待たせしました。工事がアパートの真ん前でやってるんでね。よいしょ。これって何に使うんだろうね。これも作っとこうか。材料は錬金粘土2つにいらないやつ、いらないやつ、とりあえずレシピ開けだからね。いらないやつぶっ込んで、この辺全然作ってないんだね。アリスマンね。ビッツコア漬物1。リンゴのタルト。リンゴのタルト。あ、これ回復だね、これね。これ回復か。効果レベル上昇を。1で足りるかな。1で足りるね。で、赤で、麦粉か。麦粉にいろいろ特性つければいいんだね。麦粉にいろいろ特性をつけて、プラスあっちの方に持っていく感じか。どの触媒がいいかな。これで2ついいのをつけれればね。つけれるのがない。どの触媒がいいかな。錬金粘土か。あれ違うな。なんだっけ。麦粉は特に何もつけれないから、
リンゴのタルト回復だから。ああ、これはこの中で完結しなきゃいけない感じかな。まずはこれ絶対入れなきゃないでしょ。回復固定強化プラスプラスと、モモンガスミさんこんちゃ。あ、どうもどうもこんにちは、ありがとうございます。あれ、モモンガスミさん、あ、ミオです。おお、ミオさん、すごい名前。モモンガスさん、ミオさん、どうもどうもありがとうございます。びっくりしちゃったね。ちょっと予想外の名前だったかな。ねえ。そして、モモンガスミさん、モモンガだよ。S にはハート作ってるの。ああ、なるほど。なるほど。モモンガスさんじゃなくて、モモンガさんだったのね。ミオさん。いやー、びっくりびっくり。ちょっと回復固定強化プラスプラスとプラスを入れたいね。で、あー、待って、回復力増加プラスプラスあるのか。うちも少しゲーム配信しようかな。おお、いいですね。ね。ゲーム配信。モモンガスミさん、トイトチで配信してる方が多い？スイッチで配信、おっちゃんはそうだけど、なんだろう。多さで言えば YouTube の方が圧倒的に多いですね、配信してる人は。うん、やっぱまだ Twitch はそんなに、モモンガスミさん、なるほど、キャス一番少ない感じ。うん、そうですね、キャスはね、ゲームは回復力増加プラスプラスあるから、回復力増加プラスをつけたいところだけど、赤を伸ばしたい。赤を伸ばした上でつけなきゃ意味がないから。モモンガスミさん、そか、なかなか気づけんのよね。申し訳ない。しょぼん。いやいや、そんな、そんな。ね、ツイッチの、通知のシステムがよく分かってないからね、おっちゃんまだね。だから一応ツイッターで出すぐらいしかやってないし、通知がどんな感じになってんだろうと思って。モモンガスミさん、ムミちゃんとの雑談配信派キャス？うん、そっちはもうキャスだけですね。キャス以外ではやらない感じで。こんな感じでいけるかな。モモンガスミさん、了解。はいはい。よいしょ。あー、これ難しいね。よし、始めます。ズバリここだ。ここで。どこまで。モモンガスミさん、何のゲーム？これね、アトリエなんですけどね、リディ&スールのアトリエっていう錬金術をして
なんか、なんとかするゲームなんですけど。これは、ここで隠し味を。モモンガス2000。ふむふむ。全塗り替え。全塗り替えがあるぞ。ここで全塗り替えを持ってくると、ドミントが口を行くね。ポイント回復調査行ってくれれば、なんかいろいろ作っていくんですよね、これでね。どの触媒がいいかな。モモンガス2さん、よし、ちょいといろいろやることあるから落ちるね。またくれたら来る。はいはい、またね、またね、皆さんありがとうございます。あー、これ1個しかないじゃん、1個しかないじゃん、1個しかないじゃん。攻撃力アップ。色プラスいい効果をつけなきゃいけないのか。これは大変だぞ。攻撃力アップっていうことは、多分こっちのステータスアップ系なのかな。紫と青と黄色、紫と青と黄色。黄色がいっぱい入ってると、ああ素早さとかアップするんだね。紫と青と黄色。紫うわ、リュウ素材使うんだ。力がみなぎるでしょ。これで青がっつり入れれれば、紫だね、紫をがっつり入れれれば、紫3必要だね。よし、これは触媒で一味加えよう。火と太陽、月と太陽、火と太陽が上がるやつ、マイナス5か。太陽上がるやつ、太陽6。あー、これか。
ましょう。でもこれはもうあれだね、これで全部上げて、でここから紫と黄色を、紫と黄色を上げれれば、でも特殊なしでいいや。黄色、紫と黄色。でこれ入れると青にもいけるね。でここで紫を3以上入れれれば、あでもあれで上げれるからね、紫ちょっとでいいね。紫は2に上げれるから紫ないぞ。紫ないぞ。これ厳しいな、枠が小さすぎるな。あ、ダメだこれ、ダメだこれ、大きすぎる。と太陽、と太陽、あーこれか。なかなか厳しいね。これで一気に持っていってのこれで一気に持っていってのこれだね。よしと。でこっから黄色をうまく取っていって、青か。ここは青を潰さなきゃいけないか。ああ、ここを潰さなきゃいけないのね。
赤ガエル力がみなぎる。あー仕方ない、これでいいか。もうちょいなんだよな、もうちょいなんだよな。綺麗に仕上げちゃおう。ここまではバッチリみたい。特性はどれにしよう。こんな感じかな。わーい、出来上がり。錬金術にも慣れてきたかも。うん、何をするアイテム？どの触媒がいいかな。材料はどの触媒がいいかな。開けてみようか。どれを使おうかな。追撃、あ、攻撃アイテムか。攻撃アイテムか。黄色と紫、黄色がつり上げないとね。黄色と紫がつり上げないと。なるほどね、なるほどね。紫、紫、黄色はこれ以上望みなさそうだから紫。こんな感じでいけるかな。なるほどね。この調子なら。なるほどね。よし、オッケー。これはレシピ開けだけで。あーでもこれもったいないな、これこれ使うのもったいないな。これは今度でいいか。どの触媒がいいかな。よいしょ。触媒で一味加えよう。さてどれを使おうかな。神秘の力と物理ダメージ、赤、青、紫、赤、触媒。さてどれを使おうかな。神秘の力で金属で、ここは金属だね。金属で
攻撃のやつを入れて、よいしょ、燃料で材料はっと、ペッテルに何か入れてなかったっけ。あ、大きな破壊力の方か。あ、大きな回復力の方か。大きな破壊力は入れてないか。出てるかね。まず出てるを。大きな破壊力、これだね。おわ、破壊力プラスプラスと、破壊力プラスプラスと、破壊力プラス、始めます。うまくいってる。こうするとどうかな。油断しないで。ここに入れてみよう。そう。ズバリここだ。ズバリここだ。どうも。ここまではバッチリ。特性はどれにしよう。究極の破壊力に、会心の出来に。こんな感じかな。オッケー。やってる。このゼッテルを金属に移動すると。インゴットに。どの触媒がいいかな。さて、どれを使おうかな。燃料で。これだね。で、これは適当でいいのかな。究極の破壊力開始まで来よいしょ。こんな感じかな。わーい、出来上がり。さあ、これをもとに さっきのやつを作ろうじゃないか。
れだね。どの触媒がいいかな。材料はと。で金属でまずインゴット持ってきて、インゴット持ってきて、でここで、これ使いたいな、これ使いたいけどもったいないな。赤がたっぷり、赤がたっぷり欲しいよ。赤これダブル衝撃カラー赤だね。1,2,3,4,5 個、赤4ぐらい欲しいね。よし、来た。究極の破壊力の会心のデッキの。こんな感じかな。わーい、出来上がり。新しいレシピ試してみよう。お。これまだ作ったことないんだね。これは回復か、回復か。まあレシピ OK ぐらいでいいか。これはあ、戦闘不能回復。これ大事だね、これね。戦闘不能回復が大事だね。これは、
大きな回復量と質量強化、これ入れて、うん、OK。 これはポイント再生不要でしょ。こっからとりあえず赤を分、あー竜の結晶をね、もったいないね、竜の鱗ね、もったいないね、竜の鱗、あーこれまだマシか、赤たっぷりください、赤をたっぷりください。赤をください、赤をください、赤が来た、うん、青は何なんだろう、こんな感じでいけるかな、青はこれで平気、青が高いと何がつくの、これで平気、 MP も回復か、 MP はいらないね、始めます、うまくいってる、うまくいってる、この調子なら、黄色だね、黄色をどうするか、よし、で、青が止まる、黄色、大きな回復量でしょ、超回数値、あ、やっと蘇生アイテム来た、やっと蘇生アイテム来たよ、これ何に使うかよくわかんないから、とりあえずここに、これ入れて、でここに、ポリフラム入れて、で辺に、うん、
あ、これあれか。葉っぱ用フラムか。入れて。風神の袋ってこれ何に使うんだろう、これ。わかんないんだよな。まあ、多分使わないだろうね。これ入れておこうか。多分無属性攻撃。何作ろう？どれ作ろう？になるのかな？究極の破壊力は使えない。何が入るんだ、わからん。レシピ開けぐらいでいいか。これでよし。まだまだこれから。ここに入れてみよう。これは何に使うかわかんないから。この辺にこれを。どこに。これか。万能薬に使うんだね。エボーグだから。鋼鉄の重りと全能力強化を入れて、防具、防具、鋼鉄の守りと全能力強化入れて、全能力ブースト入れたいね。
高速ブーストと全能力強化と全能力ブーストは一緒に入れれるから、全能力ブーストと全能力超強化になると合体しちゃうんだね。うん、じゃあ攻防ブースト入れて、高速ブースト入れると。こんな感じでいけ。いざ、調合。こうするとどうかな。ここに入れてみよう。この辺にこれを。あとちょっと。さあ、ここまではバッチリ。特性はどれにしよう。電能力ブーストと。能力強化。なかなか上手にできました。でこれをもとにこの布を作っていくと。紫竜素材だな、の主張はすごいね。いいか、こんな感じ。よし、始めます成分塗り替えか、再使用1。レベルアップです。セーブする。マックスまでいかない。
行った行った。これでいいかな。ありがとう。確かに受け取ったわ。本当にこれ。じゃあ評価を発表するわよ。はい、お願いします。花丸いただきました。ありがとうございます。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。あら、納品しちゃったけどね、大事なやつね。おめでとう。これで2人とも B ランクに昇級よ。はい。お父さんは一足遅かったか。錬金術ずいぶん上手くなったんだな。うん、私たちの勝ちだよ。だからお父さん、約束通りアトリエに帰ってきて。その前にどうして急にいなくなったのか、なんでこんなことをしたのか、全部話してもらうから。うん、説明責任がありますよ、お父さんには。私たちがどれだけ心配したか、お父さん分かってるね。お父ちゃん分かってんの。喉が枯れて声が出なくなるまで話聞いてやるんだから、覚悟してよね。リディ、スー、俺が悪かった。心配かけて本当にごめん。二、人ともオネットの墓まで来てくれ。そこで話をしよう。はいよ。私たちも行こう。お母さんのお墓に。行こう、お墓に。うん。で、やっぱ納品した分は入ってこない感じ？納品しちゃったもんね。せっかくめっちゃいいやつできたのにね、また作んなきゃいけないね。まあ仕方ないか、これも寝るためだ。あの依頼だけ、依頼だけ見ていこう。マンオーウォー、マンオーウォー、マンオーウォーは、マンオーウォーは、これは多分入ってないね。さて行き先は、昔の俺は錬金術の腕に自信を持ってた。子供の頃から勉強して若くして公認試験にも受かった。オネットと一緒になってお前たちが生まれて、このメルベイユに戻ってきて、みんなで国一番のアトリエになるって約束もした。絶対に叶えられるって信じて疑わなかった。でも守れなかったんだ。俺は自信を持ってた錬金術でオネットのことを救えなかった。お前、それ以来ダメなんだよ。本気で調合しようとするとあの時のことが頭をよぎって手が震えちまう。あ、トラウマになっちゃったのね。なんとか錬金術を続けようといろいろ試したんだが、半分ふざけた変なもんしか作れなくてな。
その結果生まれたのがお前たちの知ってるヘッポコロジェってわけだ。そうだったんだ。ああ、こんなことをした理由はな、自分が情けなくなったからだ。どんどん成長していくお前たちとは、いつまでたってもうじうじしてる俺、差は開く一方、このままじゃいけないって焦って意地になって、それで思いついたのがお前たちとの勝負だ。なるほどね、お父さんね。勝って親父の面目役所と行きたかったんだが、なんとか手の震えを抑えた程度じゃ無理だったな。お前たちはもう錬金術師として一人前だ。頼む、俺の代わりにあいつとの約束を、国一番のアトリエになるって約束を果たしてやってくれ。やだ、嫌だよそんなの。スー、私もお断り。私たちがお母さんと約束したのは、家族みんなで国一番のアトリエになること。私とスーちゃんとお父さん、家族みんなで国一番にならなきゃ意味がないの。その通り、その通りなの。だから代わりになんて言わないで、お父さんも一緒に国一番を目指そうよ。俺には無理だ。俺には約束なんて守れない。国一番のアトリエになること、家族みんなで絵の中を旅すること、そして何より幸せにしているってこと、何一つあいつとの約束は守ってやれなかったんだから。宇宙人するな。ううん、お母さん言ってたよ、お父さんは最後には絶対約束を守ってくれる人だって。だが俺は、ああ、もうまどろっこしい。お父さん地下室に来て。いい、地下室だからね、絶対だよ絶対。地下室、ああ、わかった。うん、地下室だよ地下室。さて行き先は、心配には及びません、バッチリ勝利してきたからね。本当ですか、やりましたね二人とも。ということはもう家に帰っても。うん、帰っていいよ。うん、ごめんね、お父さんが迷惑かけて。少しの間だったけど一緒に暮らせて楽しかったよ。うん、楽しかった。ルーシャのご飯とっても美味しかった。よければまた今度泊まりに来てよ。今回といてあげます。それではお世話になりました。いいねルーシャね、いいキャラ。騒がしかったルーシャがいなくなるとちょっと寂しいような。そうだね、でもルーちゃんのことだもん、きっとまたすぐに遊びに来てくれるよ。うん、さてと、そろそろ地下室に行くとしますかね。よいしょ、セブーセブー、地下室行っちゃうぞ。お父っつぁん、開けんだ。こう。ああ、構わないが。
綺麗な絵。これってお父さんが描いたんだよね。ああ。題は天界の花園。オネットを喜ばせるために描き始めた絵だ。まあ結局あいつへの手向けの絵になっちまったかな。ねえお父さん、お父さんが本当に何も約束を守れなかったかどうか、お母さんに直接確かめに行こうよ。オネットに？どういうことだ？多分この絵の中にはお母さんがいる。お母さんの残留思念が今も絵の中で暮らしてる。私たちエテルネピカでお母さんと会ったんだ。あれは過去の像なんかじゃなかった。だからお父さん、私たちと一緒にお母さんに会いに行こう。おお、会いに行こう。いや、前にも言ったが、この絵は不思議な絵なんかじゃない。確かにネージの絵の具を使って描いてはいるが、この絵の中に世界なんてできちゃいないんだ。そんなことないよ。ほら、今から見せてあげるから。あれ、あれ、前は確かに入れたのに。だからその絵の中に入るなんて無理なんだ。悪いことは言わん、諦めて。やる前から無理って諦めない。絵の世界に入れないのってよくあることなんだ。絵の中に入るためにはやるべきことがあるの。不思議な絵を旅してたならきっとお父さんも知ってるよね。まさか修復？いや、しかしまずは試してみようよ。試してダメならまた別の方法を探してみればいいじゃない。私はお母さんにまた会いたい。きっとお父さんもそうでしょ。うん。だったら会いに行こうよ、家族みんなでこの絵の中に。お前たち修復か。こらこら、やる前から無理って諦めない。人は生きてる限り諦めちゃダメなんだから。諦めたらそこで試合終了ですよ。やる前から無理って諦めない。そうか。そうだよな。創作意欲が湧いてきたぞ。レディ、ツー、明治の絵の具の調達を頼む。その間に俺はイメージを膨らませておく。今回の修復は俺に任せてくれ。おお、それでこそお父さんだよ。分かった、バッチリ作ってくるね。すっごい絵の具届けるから。ちょっとだけ待っててね。よし、あ、思いついた。新しいレシピ試してみよう。新しいレシピだよ。どんなものを作ろうかな。ついにお母さんと、お母さんと会えるよ。お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃん、これが触媒で一味加えよう。材料はっと、並べ替え品質順にして、あー、攻撃ブーストついてるな。ソニックスロの力強化は、うん、安ね。こんな感じ。よし、こうすると油断しないで。この辺にこれを、こうするとどうかな。あとちょっと、これでいい。ここまではバッチリ。
なかなか上手にできました。なかなか上手にできました。お母さんに会いに行くよ。あれ、あ、お父さんに渡すのかな。これでお父さん行くよ。すまないな、二人とも。お前たちの思いがこもった絵の具、確かに受け取った。うん、頼みを取ったん。あとは俺の独壇場だ。さあ、お前たちは休んどけ。オネットに疲れた顔で会うのは嫌だろ。そうだね。じゃあよろしくね、お父さん。お父さんにならできるよ、絶対。頑張ってね。よし、可愛い娘たちのためにも、画家ロジェ一世一代の大仕事といくか。おお、お父っつぁんがやる気を出したよ。できたんだね。ってことは、お父さん、絵の修復終わったの？そいつは見てのお楽しみだ。おどうだ、俺の最高傑作の出来栄えは。まあ、中に入れるかどうかはまだ試してないけどな。きっと平気だよ。だってお父さんが描いた絵だもん。こんなすごい絵を描けちゃうなんて、お父さんはさすがだね。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。俺も頑張った甲斐があったってもんだ。うん、よかったよかった。じゃあ早速絵の中に行ってみようか。よし、絵の中へレッツゴー。お母さんに会いに。母ちゃん来たぞ。ここは私の大好きな人が描いてくれた絵、私のことを思って作ってくれた大切な場所。浮かぶ雲も風にそよぐ花畑も、何もかもが美しく、何もかもが愛おしい。ただこんな素敵な世界にいても、私の心にはぽっかりと穴が開いています。あらまあ、その穴を満たしてくれる宝物たちとはもうずいぶん長いこと会えていなくて。会いに来たよ。私は今日もこの花畑を歩むのです。あの子たちに再び会えるという奇跡を信じて。奇跡が起きるよ。雲上に咲く楽園の花畑、天界の花園。リディ、スール、あなたたちは元気にしてる？
やっぱりいつ来ても素敵なところね、言ったでしょ、お父さん。お父さんの絵、ちゃんと不思議な絵になってたんだよ。ああ、圧倒されてしまうな、この景色は。ここを作ったのはお父さんでしょ。だからやっぱりお父さんはすごいんだよね。うん、不思議な絵を作れちゃうほどの錬金術師ってことだもんね。そう面と向かって言われるとさすがに照れるな。お父さん顔真っ赤。さてと、そろそろ行こうか。うん、きっとこの世界のどこかにお母さんがいるはずだから。うん、お母さんがいる。今週の週刊プランも最高だったな。ハルトさんの漫画読んでる。イメージと違いすぎる。お、いいもん。てい息が出るんだ。いろいろ取れるね。いろいろ、あ、魚も釣れるよ。魔法の草だね。すごい魔法っぽい。魚釣りもできるよ。
待ってて、お母さん。会いに行くから。私は信じてる。お母さん、また会えるって。調合で使えそうだね。お水の袋から雲の。お水は雲の。水はそのまま飲んじゃダメ。ちゃんと一回沸かしてからね。相手してやるよ。うん。くらえ！あっちに攻撃！私だってやれるんだ！けい！話にならないね。弱すぎて話にならん。さてさて、この材料どう料理してくれようか。お、これ役に立ちそう。いいもの作れるといいな。新しい素材だ。全力だ。その身で味わえ。その身で味わえ。勝利さん、特に言うべきこともある。天才の成長。いいもの釣れるといいな。いいもの釣れるかな。
これからもいっぱい勉強して賢いリリーでいてちょうだいね。お母さんとの思い出、少しでお母さんに会えるよ。おっかさんに、神殿。お父さん、何を考えてこんなの書いたのかな。ん？ここは。お母さんは一体どこだ？あの草、すごい魔力を感じる。魔力なんて分かんないけどさ。鉱石何があるかな？図鑑で見るより綺麗だな。この上にまだある。うん、前にも見た女の人、多分あれが。オレット聞こえてないか。大丈夫、今度こそ見失わないよ。うん、待っててね、お母さん。そういえば、スーは虫が苦手なんだっけ。少し意外だよ。どうです。その手に持ってるの。おお、神殿的な。よいしょ。宝石か。いい感じの鉱物も取り出せればいいんだけど。いいもの釣れるかな？うまくいってよかった。いいもの釣れるといいな。はい、釣れました。うん。またでかいのが嫌がる。とりあえずお母さん探すことに集中しよう。あとは素材取りには後でゆっくり来ればいいからね。
のアトリエ？どうして絵の中にアトリエが？さあ、だがこの絵を描いてた時はいつもアトリエにいるオネットの笑顔を思い浮かべてたな。なるほどね。おお、まったく、お父さんたらお母さんのこと大好きなんだから。当然だろ、オネットは俺の最愛の妻だからな。私たちにとっても最愛のお母さんだよ。うん、それじゃあスーちゃん行こう。うん、行こう。大好きなお母さんにまた会いに。お母さん。あ、最初最初お母さん。最終最終。お水は雲だ。あれ。飲める水。おお、結構いい特性作るんじゃない？母ちゃん。リディ、スーで、それにロジまで。嘘、私また夢でも見てるの？夢じゃないよ。やっと会えたね、よかったね。あらあら、久しぶりに会ってみたら随分と甘えん坊さんになっちゃったのね。ねえ、よかったよかった。二人ともずっと寂しがってたんだ。だから少しの間だけでも。少しと言わず、いくらでも。私も会いたかったわ、みんな。それでオネット、君はどうしてここに？どうしてって言われてもね、気づいたらいつの間にかここにいたって感じかしら。確かに自分が死んだ記憶はあるのよ。それまでのこともはっきりと覚えてるの。でもこうなった理由はさっぱりなのよね。やっぱりお母さん、ネージュが言ってた残留思念そのものみたいだね。残留思念ね、よくはわからないけど、私すごいのよ。絵の中の世界なら移動できるみたいで、他の世界に遊びに行ったりして暇を潰してたの。すごい。その天真爛漫ぶり、疑ってたわけじゃないが、君は本当にオネットなんだな。これは奇跡だ。死んだ君にまた会えるなんて、この上もなく素晴らしい奇跡だよ。そうよ、これは奇跡。二度と会えないと思ってたみんなにまた会えた。これを奇跡と呼ばずして何と呼ぶの？
いいね、いいね。あ、そうだな。確かにそうだ。お父さん、お父さん、ほら、ここに来た理由。お母さんに確かめに来たんでしょ。さ、勇気を出して。え、ああ、オーネット、その、俺は君との約束を一つでも守れたか。君は俺と一緒になって幸せだったか。は？バカね。何当たり前のことを聞いてるのよ。幸せだったに決まってるでしょ。もし生まれ変わっても私はあなたの妻になりたい。何よ、逆に聞くけど、ロジェは私と一緒になって幸せじゃなかったの？そんなことはない。俺だって君と一緒になれて幸せだった。ならいいじゃない。私のことを救えなかったって後悔してるんだろうけど、私はあなたと生きることができて幸せだったわ。そのことだけ覚えて前を向いて進んでちょうだい。ああ、ありがとう、ありがとう、オネット。やばい、おっちゃんも泣きそう。泣いちゃうの？まったく、みんな泣き虫なんだから。いいね、いいね。でね、お母さん、ルーちゃんたら最後転んじゃったんだよ。あの時のルーシャの顔面白かったよね。ウニがフラブを食らったような顔して。そうなのね、ルーシャちゃんも元気そうで安心したわ。オネット、どうした？大丈夫か？あ、平気平気。ちょっと立ちくらみがしただけだから。わ、ごめんね、お母さん。久しぶりに会えたからってずっとお話ししちゃって。お母さん、顔色あんまり良くないみたい。無理させちゃいけないし、一旦帰るよ。ごめんね、気を使わせて。そうだ、これお土産に持って帰って。お土産に。おお、外の花畑で拾ったんだけど綺麗でしょ。二人とも気に入ってくれると嬉しいわ。これ、色のかけら、ありがとう。大切にするね。うん、大切にしよう。待ってるわね、私の大事な宝物たち。何かあるんだね。スーちゃん、やっぱりお母さんって柔らかいね。うん、それにすべすべでいい匂いで。お母さんに会えてよかったね。美少女系小悪魔ガール。オネット、あら、ロジェ、なになに、もう私に会いたくなっちゃったの？それもあるが、聞いておきたいことがあってな、オネット。正直に言ってくれ。君、だいぶ無理してるだろう。やっぱりロジェは騙せないか。さすがは最愛の旦那様。
理由はわからないけど、時々頑張らないと意識がぼんやりしてくることがあって、自分が周りに溶けていくような、そんな感覚に襲われるのよね。それって成仏したんじゃないの？うん、分かってる。多分そんなに遠くないうちにね。二人にはどうする？俺から行った方がいいか？うん、その時が来たら私から言うわ。それまでは内緒にしておいて。せっかくまた会えたんだもの、二人にはなるべく元気なままでいてほしいから。あ、これだね。そうだな、ごめん、オネット。なんであなたが謝るのよ。あ、そうだ、一緒にお花見なんてどう？二人の話を魚に一杯やるなんて素敵じゃない？そう言うと思って酒は持ってきてあるよ。じゃあ何から話そうか。さ、第10話に来ました。お父さんの錬金術は復活したのかな？見てみろお前たち。おお、立派な歴。これお父さんが作ったの？うん、最近手の震えが収まってきたな。まだ万全とは言えないが、ロジェ様、ある程度復活だ。おお。よかったね、お父さん。じゃあ、A ランクの試験要項も届いたことだし。うん。改めて、みんなで国一番のアトリエを目指していこう。いいね、いいね。はい、覚えたよ。まだこれ終わってないんですよね、 B のね、大物ハンター。あ、 A は赤い力がやばい、紫色の中和剤。お母さんにとにかく甘える。一応お父さんも手伝いますよ。一応なんだね。机の焼き菓子を持っていく。親孝行だね。釣りをいっぱいするんだ。3つの必殺技。なるほどなるほど。というわけで現在 B ランク、次は A ランクに向けて今後頑張っていきたいと思います。いや、今日のストーリーは良かったね。お母さんとの再会、うん、
よかったよかった。でお父さんも復活したしね。これで明確な国一番のアトリエになるという目標に向かってみんなで一致団結して進んでいけるね。さあそんな感じで、今日のところはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。ではでは。